お邪魔隊。この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日から金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各町内会にお邪魔し、その地域の自慢をご紹介します。オラホの地域自慢、東太平町2日目でございます。今日は独自の広報誌を作っていらっしゃるということですので、その広報誌の作成を一手に引き受けていらっしゃいます立副会長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日ちらっとね、お話を伺いまして、なんか行事があるごとにすぐ発行する、新聞形式で発行するというお話でございましたが、それを始めようと思ったきっかけは、はい、やはりですね、こういう地域のですね、自治活動というのは皆さんに知ってもらうと、はい、活動そのものを知ってもらうということが大事だというふうに私認識しておりますので、いろんな行事をうちの町内ではやっております。それらを参加できなかった方々に、こういうのをやって、こんな楽しいことがありましたというふうなことを知らせると、これが義務でございますので、そういうふうなことをメインに趣旨にですね、広報を作っているわけでございます。はい。例えば町内の行事って今一括りにしちゃいましたけど、どのようなことがありますか？まあ、最近はですね、12月の25日、年の暮れにですね、餅つき大会やりまして、それのですね、流れと写真、それらものを広報として載せてございますし、あとはですね、先般ですね、コミュニティの助成事業補助というふうなことで、宝くじ助成金、これがですね、八戸市の方から承認になったものですから、これを使いまして、除雪機3台と保管庫を作ることができました。それについてもですね、町内に全部広報で周知徹底知らしめているというふうなことで、それの広報も即作成してございます。まあ、あと温泉ツアーだとか、まあ、その折々にいろいろ救急救命の講習、昨日お話ありましたけど、レクリエーションの分だとかそういうのもあるわけですよね。はい、数年前にですね、登山、山頂に隣接の町内に働きかけまして、登山も実施しております。それから町内独自としてはボーリング大会とか、あと人間カーリングというのをですね、2年前からシンガルビューで行うようになりまして、この町内のですね、活性化というようなことで実施されまして、それにも参加してございまして、その広報等も即出すようにしております。これいつ頃からやってらっしゃるんですか？これは去年、3年前ですか？失礼しました。3年前から、はい、今年で3年ということでございます。他に手伝ってくれる方はいらっしゃらないんですか？いえ、うちの町内はですね、やはり役員の方が積極的で、かなりその協力的なもんですから、まあ、私をはじめてですね、会計担当、あと班長さん、この方々が積極的に動いてくれるんで、非常に助かってございます。副会長さんはこれを写真と文章をまとめて作ればいいだけと。そうですね、そういう点では大変協力してもらって助かってございます。でもこういうのを作るの面倒くさいと思わないでやるところが偉いなと思うんですけど。はい、ありがとうございます。これはね、実際手がけてる方は一つだと思うんですけども、大変面倒くさいです。大変なんですけども、はい、やはりこれをやりきるということがですね、非常に大事だというふうに私は先ほども言いましたけど認識してございますので、ぜひこれはですね、継続してやらなければならないと、行事あるごとにですね、必要だと思っています。もともとこういうのお好きだったですか？いや、そんなことはないんですけどもね、やはり
そういう立場任に当たるとですね、やっぱり積極的にやらなければならないと、まあ、そういうふうな、まあ、性格。真面目でいらっしゃるんですね。会長は楽でしょう、こういう副会長がいらっしゃると。そうですね、大変助かっております。立副会長の他にもですね、いわゆる会計を担当してくれてる人ももう積極的に資料作りも関わってやってますし、また子ども会の方のですね、ラジオ体操も単独でも維持して自分一人で頑張っているという状況もございます。スタッフ全員がですね、非常に頑張ってくれて恵まれております。今日は立副会長に東太平町の独自の広報誌その作成のお話をいろいろと伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。突撃八戸お邪魔隊ってか。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は1月27日まで開催中の椎名誠旅する文学館青森八戸2012の話題です。作家そして写真家としてもおなじみ、八戸にも何度も足を運んでいる椎名誠さん。1944年東京生まれ。流通業界誌の編集長を経て1979年から小説また写真の作家活動に入ります。1月21日には毎回恒例の椎名さんと歩く種差海岸道草トレッキングを開催。今回は初めて冬の時期での開催だったんですが、定員の80人の参加者を集め、雪の降る海岸の散策そして乗馬体験などを行っていました。もちろん八戸市内のほか宮城県、東京都からも参加された方がいらっしゃいました。そして翌22日には椎名誠旅する文学館の開催記念のトーク会、こんな本を書いてきた詩小説と SF の怪しい関係、椎名誠さんのトークショーを81階のシアター1で開催しました。そして現在は27日まで82階のシアター2にて椎名誠旅する文学館青森八戸2012を開催しています。会場では椎名誠さんの著書229点が並び、もちろん自由に閲覧が可能。さらには世界中の旅の思い出が詰まった品、実際に旅で使ったテントなども展示されているんですね。さらには貴重な椎名さんの生原稿、壁新聞や少年の頃の日記も展示されています。オープンから多くの市民の方が訪れ、足を止めてじっくりと見入っています。開催は1月27日金曜日まで。場所は三日町ハッチ2階のシアター2です。入場は無料。時間は午前10時から午後7時まで。最終日の27日は午後5時までとなっています。作家、写真家、そして旅行家。としてもおなじみの椎名誠さん、その原点そしてこれまでの功績に触れることができる展示です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。